はい、毎度山田村です。今回はこんばんは。マキちゃんのバイクを見に行くということで、もう走ってますけれども、絶対喋らんよお前、初めて。いやいや、一回さ、一人でどこまで喋れんのかやってみてほしいな。あー、俺がなんで二人で行ってるのに一人で喋らんの。やっぱさ、あやっぱキャブ兵やっぱ倒さなあかんと思ってんね俺。知ってんのお前。そう、キャブ兵を敵にするやったらやっぱ一人一人がやっぱキャブ兵ぐらいの、なるほどな、ソロプレイの力を出さんとさ。いやー、一人一人キャブ兵の力持ってたら多分エグいで。あー、そんなんだって俺ら全員おったらさ、フィッシャーズ勝てるやん。いや、あいつはおもろすぎる、キャブ兵は。まあな。しかもあいつもともとゲーム配信者やろ。あ、そうやったっけ。多分そうやと思う。いや、マジで一人で喋れるやつすげえわ。思いつかんもん話題が。でもあれやで、アミチャンネルでも一人で喋ってるからな。俺ら、俺の大好きなアミチャンネル。他のやつを出すな、名前を。あ、出したらあかんの。いや別にええけど。もしかしたら見てくれるかもしれんやん。いや、見て、なんや、取り上げてくれたら熱いけどな、確かに。そうそうそう、やっぱ、取り上げられんとやっぱ俺らまだ、ど底辺やから。おい、出すぎやろ、こいつ。はい。指名手配しました。今カメラで撮ったんで、指名手配しました。得意の、お得意の。お得意の。俺が大体カメラ持ったらもういらんことしたら全部カメラに映すから。ごめんなみんな、悪いけど。あれ見た、ペケタンの謝罪動画見た。え、謝罪動画ちゃうって。謝罪やって、謝罪。あ、謝罪、お前謝罪っつったやろ今。言ってないし。いや、さすがにいかつない。ペケタンの謝罪動画はいらん。そこまでやったら逆にすごいわ、あの段階で謝罪動画出す。さすがにキモすぎるやろペケタン。さすがにな。メンタルエグいな、それは。え、見てない謝罪動画。え、なんかファンに手出したん。うん、なんかぽいな。相手を傷つけたみたいな書いてあった。書いてあったっつうか、言ってた。相手を傷つけた、うん、そうなんや。でも、ペケタン、でも、性欲からすごいんやろ、あいつ。ツイッターとか、すごかったって見たで。なんか、その、なんか、俺のポッキーからホワイト、俺のポッキーから出るホワイトチョコ誰か飲んでくれへんかなみたいな。スイートみたいな。ええってみたいな。割、下品やん。それはネタで言ってるじゃん。いや、でもほんまっぽいけどな。あいつらってもう何歳だ。でも、20後半じゃん。行ってて。結構、まだでも20代やろ。一旦落ち着きそうなもんやけどな。性欲。いやな。ああ、あれあれ、あの、ペケタンはやっぱそんな、ないんやろ。その、欲が。欲性がないんか。そうそうそう。なるほど。上がりすぎてエグいみたい。ええやん、逆に。うん。ファンに手出さんあかんの。いや、なんか、その、一人の子に、なんかちゃんと付き合って、みたいな感じやったら、いいらしいけど、そういう、なんか、オフパコみたいな感じは、なんかあかんみたいな。いうのは、フィッシャーズの中で決まってることらしい。あー、フィッシャーズの中で決まってんや。あー、なるほどな。で、山田村もめちゃくちゃ有名になった、そういうルール作らなあかんな。これは、それは今、ここでは言わんとくわ。G 行為のみ。全然やり動画止まってから言おう。動画止まってから言うわ、そりゃ。しかも G 行為、もうちゃんと毎回俺に送ってくること。キモすぎる。一緒。決まりやな。俺らの恋愛事情。あかんわ。こんな下ネタの話題で動画を進めたあかんわ。お前今んとこほぼ使われへんで。あったよ、カット。お前、だるいって。何してくれてんねん。お前、
どんだけ80に行くの大変やったか。はい、というわけでね、今日もやってまいりました。編集点作る。まあ、マクちゃんが欲しいバイクはなんか、アメリカン、スティード、ホンダの、うん、が欲しいらしいね。X ジャパン、いいっすよね。急に聞いたことないけどな、お前から X ジャパン聞いてんの。うせやん、俺結構好きやで。あ、もう、あ、やばい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 、君だけに、ただ君だけに。もうええってお前。てか、一回これでそれでお前、変わってるやんけ。歌いながら止められてる警察に。いやー、あれの動画を撮りたかったわ、その瞬間の。せやな。もう動画終わっちゃおう。デーモンのせいやな、これは。デーモンやな。あいつがなんか、ずっと、無駄話は、電話で入ってくるから。まな。なんやねん、あいつ。めっちゃ怒り。いや、もう考えられん。いやもうあんなん、だって、もうわかるやん。撮影ってもう考えるんやわ。まだこれまた言われるわ。お前まで言っててやれって言ってますよ。いやもうそれでも考えられへん。キムニーやん。言ってることキムニー。キムニー。ああ、ここや。お前、話しすぎてお前通り過ぎるとこや。危な。当たってるて。損害賠償請求する。急に。男は誰